今回は深海に詳しいイッチが、南ジェイミンからの質問に答えていくスレになってます。久しぶりに深海魚のスレなので、ぜひ最後まで見ていってください。今のうちにチャンネル登録もお願いします。それではどうぞ。深海に詳しいんだけど質問ある？なんでも、寝るまでなら、三脚みたいなやつなんて名前だっけ？なんであいつら水圧でペシャーならないの？多くの生物は水が通りやすい体になってるよ。水が通りやすい体ってどういうこと？洗濯ネットみたいな感じ？深海に興味持つ程度ならイメージは細胞が洗濯ネットで大丈夫。細胞の浸透圧の関係だよ。イオンチャネルがたくさんあるの？それともチャネルが特別性で一気に大量輸送できちゃうとかなの？もしくは細胞の接着自体が緩くて環境との境界がバガバなの？そもそも細胞の接合云々の前に独立した生物の集合体ばっかりだよ深海は。クラゲとかはほぼ水だから環境との境界がバガバって認識で合ってると思う。でもまずそういう境界がバガバは引き上げられない。一番気に入ってる深海生物について軽く説明してくれ。コウモリダコってやつが好きだな。簡単に言うと折りたたみ傘みたいな形してて、珍しい捕食の瞬間をいつか映像に撮りたいと思ってる。だから三脚みたいなやつなんて名前なんだよ。ごめんごめん深海の三脚って言われても写真とかある？糸引きイワシ？糸引きイワシは、脊索動物門状気候姫目目長鎮裸科科に属する深海魚の一種。500から1000メートルほどの海底にじっとして餌が来るのを待ち受けている。餌の少ない深海でエネルギー効率を抑えるために、独自の体型へと変わっていったとされている。こいつだ。てか深海三脚でググったら一発でこれと長杖エソとかいうの出てきたぞい。深海には何種類の生物がいるの？正確な把握はできてない。火星とか月を探索するなら深海探索にお金を回してほしいくらいお金が足りない。深海とか地球の一番未知の部分だろうし研究してたらワクワクしそうだな。月とかやるより、生物がいるのが確定してる深海の方がロマンあるよね。水族館の深海水槽ってどうやって管理してるの？まず生物によるよ引き上げでほとんど死んじゃう。ゆっくり何時間もかけて深海から引き上げたら水圧に体が慣れてくる生物もいるから、そういう生物から展示してるんだと思う。水族館の深海コーナーは、ガラスの強度、水圧、なんかの問題もあるし、生態も正確に把握できてないから、餌はあげない場合が多いよ。引き上げて数日は餌いらないからそのまま餓死するまで展示。マジか水族館そのものは好きだけど結構業の深いことやってんだな。ありがとう高橋ガニの水槽とか。あれ、餓死を待ってるのかな。カワハギ程度でも急いで釣り上げると口から浮き袋出てきちゃうね。デメギウス？だっけ？あれって水族館で見られないの？あいつは生で見たことないんだよね自分も。あの透明なところ見てみたいよねせいで。デメニギスは水深400、800メートルに生息する頭部のみが透明になっている不思議な深海魚。口の上についている目のようなものは、目ではない。目は頭内部にある。水中で泳いでる写真だと綺麗に見えるのに、沖に打ち上げられた死骸とか釣り上げたやつの写真だと全然綺麗じゃなくてがっかりするよね。そもそも深海生物は、泳いでる姿を撮影するだけでも奇跡なんだって。だから綺麗に写ってる写真なんてほとんど偽物だよ。実際の深海は光で照らしても目の前5メートルも見えないことも多々あるらしいから。チラッと見えたり、かすかに画像に映ったやつを発表するときは綺麗な背景にすり替えてるんだって。深海とか深海の生物に標本画像のような綺麗なイメージはしない方がいいかも。普通じゃありえないような巨大生物っていると思う？いつか写真でいいから見てみたいよね。でも深海の探査はお金かかるからまだ全然進んでなくて 85% はわかってないよ。でも個人的にはないかなと思うこんなこと言ってごめんね。深海のことはほとんど分かってないんだなって思ってたら地球のことはもっと分かってないんだろうなって思った。深海って塩分濃度濃いのか薄いのか田舎海表面と比べて。深海の塩分濃度は緯度でかなり変わるんだって。けど実際は計測回数も少ないし、場所もまちまちだから正確なことは分かってない。ただ昔、近い場所、水深でも急激に塩分濃度が変わったっていう論文を出した人がいたはず。正確な答えについては分かってないからはっきり言えない。ごめん。今分かってる中で一番深い場所に生息してるのって何？今ググったら高温高圧酸素有機物なしの地下8000メートルのとこにも生物っぽい何か入るんだってさ。すごいね地球。長津エイソってかっこよくない？長津エイソ今初めて見たけどかっこいいねこれ。深海のサメについて詳しく。ゴブリンシャークラブか。なんかが有名だよね。深海のサメは2億から3億年前から姿形をほとんど変えてないってのは確定してるらしいね。化石のサメと 99% 似てるって聞いたよ。
あと聞いて面白いと思ったのは東京湾は潜った回数ゴブリンシャークに会えてるらしい。理由は不明だけどゴブリンシャークだけを研究したいなら東京湾が最適なんだって。俺的にはメガロドンにはまだ生き残っててほしいんだがやっぱり絶滅したんかね。ごめん見逃してた。メガロドンはいないと思う。いるなら見てみたいけど、怖そうだね。やっぱ望み薄か。夢の中で深海に潜った時人型とかメガロドンに遭遇した時はテンション上がった。深海に大型生物はロマン。深海って何メートルから深海なの？深海は基本的に500メートル以下。結構深いんだな、教えてくれてありがとう。テレビ見てて普段食ってる世の多くは深海魚だったのかとカルチャーショック受けてたから。どうも違和感あってググったらやっぱりそうだった。一般的に深海は200メートル以下太陽光が完全に届かなくなる水深らしい。深海の定義が異なるのはなんでなの？一致の言う500メートルってのは何か理由があるの？これは煽りじゃないから気分悪くしないでくれ。なぜ統一されないのかなと素朴な疑問。そもそも深海学者なんて人が出てきて研究が始まったのがここ20年。それまでは見向きもされなかったからかな。学者の研究範囲は限られるし、その人が深海って定義すればそこは深海ってなってたらしい。今でさえ人によっては1000だとか言う人もいる。9800だっけ？マリアナ。世界で一番深いところはそれくらいあるらしいから200、500とかで区切るのは意味がないってのは学者さんは言ってるし、研究者としてはそうだと思う。自分は先生に定義された500を使ってたからそう教えたけど、テストで出るなら200って覚えときなね。人によって困難を極めると思う深さから深海的な感じなのかね。そもそも深海自体困難だよ。身を言うと、先生によって定義が違うのは、水深で区別して発見した生物の生態をなるべく詳しく報告したいっていう思惑が背景にあると思う。研究にはお金が第一だからね。ダイオウイカとマッコウクジラならどっちが強いの？深海に死骸は落ちるからどっちが強いかは本当はわからない。けどマッコウクジラが捕食する側ってのは定説になってるよね。ダイオウイカが勝った例もあるにはあるよ。深海サメにもフカヒレってあるの？あるなら食べられるの？食べられるならどんな味なの？深海生物はそもそも食べるのに向いてないことが多い。ブヨブヨで臭いからね。一般に食べられてる深海生物とかは薬につけてるか、比較的浅いところで生息してる生物とかじゃないかな。深海生物の何割くらいが発見されてるかって大体推測できるの？研究始まった頃は過酷なところで生息してる生物なんてほとんどいないと思われてたけど、今は潜れば潜るほど新種が出てくる。はっきりとはわからないけど、そこにロマンがあるとか臭いこと思いたいね。暗いのにどうやって生活できてんのかわからん。泳いでて岩とかにぶつかったりせんの？動きが鈍いからかな。エネルギーも使わないし、岩にぶつかるっていうこと自体ないと思う。それに岩が近くにあるようなところでは研究自体できない。海を愛する1は魚と肉どっちが好きなの？味大好き。新潟かどこかに深海魚の水族館あるみたいだけど行ったことある？行ったことない、ごめん。アメリカにはサキャスティックフリンジっていう珍しい深海魚を昔飼育した水族館があったらしいよ。水族館行けばよかったな。これは知らないだろうって、深海生物教えて。サキャスティックフリンジっていう生物面白いよ。サーカスティックフリンジヘッドは、イソギンポ目に属する海水魚の一種。体長25から30センチメートル、体は細長く、頭が大きい。オスの口は非常に大きく、頬の膜が広がることにより、閉じた状態の4倍まで口を開くことができる。下は紫色で歯は2列あり、口の周りに蛍光の黄色い縁取りがある。沿岸部の水深3から73メートルの砂泥底、岩場に生息。岩穴や貝殻、空き缶などのゴミなどを巣としている。すげえクリーチャーじゃん。なんか頭が透明な魚を動画で見たんだけどどんなメリットがあるんだろう。メリットとかあるのかないのかもわからないよね。ダーウィンの進化論とか深海には当てはまらない気がする。進化論の前提になるような競争を切るほど人口密度がなかったとかも関係あるのかな。 YouTube とか見てると変な形したの多くて面白い。そもそも掃除期間、騒動期間云々の前に生物がどうやったらあの状況で周囲、自己を把握するのかがわからないんだよね。深海って不思議なこと多くて面白いよな。結局自分が最後まで起きてしまった。明日休みだからすれ立てたわけだけどさ。みんなありがとう、おやすみ。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。